巨人は26日、菊池大輝投手、25、中田歩夢内野手、20、松井早手投手、24、山田流星投手、24の4選手を自由契約としたことを発表した。育成を打診するものとみられる。また、育成の萩原哲保守に来期契約を結ばないことを通達したと発表した。菊池は21年育成ドラフト6位で入団。 支配下を勝ち取り、22年には16試合、23年にはチーム2位の50試合に登板し、4勝4敗11ホールド1セーブ、防御率3、40をマークしたが、今季は登板がなかった。中田は22年育成ドラフト4位で入団。今季は3月に支配下をつかんだが1軍デビューはならず、2軍で91試合に出場し、 打率196、1本塁打15打点の成績だった。松井は22年育成ドラフト1位で入団。昨季は5月に支配下となり、2軍で最多勝に輝いた。今季は1軍で2試合に登板。防御率1、3、50だった。山田は21年ドラフト2位で JR 東日本から入団。1軍登板はなく、今季は2軍で29試合に登板。 2勝2敗で防御率165をマークしていた。